アルファロメオ90アルファロメオ92.5アルファロメオ90はイタリアの自動車メーカーアルファロメオが1984年から1987年まで製造した中型乗用車。前身のアルフェッタが1972年の誕生から12年を経過し古さが隠せなくなっていたものの当時のアルファロメオは経営危機器のただ中にあり新型車開発資金が乏しかった。 このため、アルフェッタの機械部分はそのまま継承し、買いモデル七十五をデザインしたエルマンのクレッソー二のデザインによる新しい、しかしアルフェッタのそれと比較すると好みが分かれるデザインのボディ外反を与えて登場したのが九十である。九十の唯一の積極的な特色はアルフェッタには与えられなかった v 六点二五百 c c エンジンが最上級バージョンに与えられたことであったが、 これはほぼ同時期に従来のトップモデル α6 も生産中よされ90が α の最上級サルーンの役割を負わされたためである90はフィアットクロマサーブ9000と共にティポマイナス4プロジェクトで共同開発された α ロメオ164が1987年に登場すると生産中よされた イタリア国内専用モデルの性格が強く輸出された数はごく少なく日本にも正規輸入はされなかった。ありがとうございます。